はい。大はピアラブです。タイミーで、震災橋パルコ、地下2階の、麦と大地、というお店に行きました。めちゃくちゃひどい目に遭いました。タイミーで、震災橋パルコ、地下2階の、 鉄板焼肉丸、麦と大地というお店に行きました。株式会社、吉祥基地グループというところが運営しているお店でした。会長は赤木清美という人でした。こちらでめちゃくちゃひどい目に遭いました。 18時半から22時までという勤務だったので、10分前にお店に着きました。制服を貸してくれるということになっていたので、従業員の人が裏まで案内してくれました。新品の制服ということで渡されましたが、明らかに 使い古されたような匂いがありました。えー、まあ、裏からね、こう、これっていうふうに渡されたんですけど、もうね、この制服がもう、脱ぎ捨てられた制服が、籠の中に集められているようなところから、はいっていうふうに取られたんですよ。うん。で、これ本当に新品ですよねっていうふうに聞いても、新品新品って言うんだけど、明らかにもうね、 人が使ったような匂いがあるんですよ。うん。えー、またですね、ついて早々に、えー、その従業員からですね、なんでタイミー呼んだんだろうね、今日いらないのにね、などと言われました。えー、もうね、これ、来て早々にですね、なんで呼んだんだろうね、みたいなね、そんなことを言ってくるっていうのも、これそう、相当ですよね。 うんえーまあ、この時点でね、相当ちょっとえっていう感じだし、さらにね、まあうん、この制服のこともあるし、いろいろちょっと嫌な予感はしました、えー。そしてですね、このホールのね、女性の人たちから、えー、タイミーはお客さんからオーダーを聞いて、えー、それをメモしてね、 そのハンディを持ってる従業員の人に言ってほしいっていうふうに言われたんですね。うん。で、私はね、それを言われたようにそうしていたんですよ。うん。そしたらですね、この奥から来た女性のね、まあ従業員の方が、えー、タイミーはオーダー取らないでっていうふうに言われたんですね。うん。で、まあ私はですね、その他の従業員の人から、 えー、そのオーダーを取ってっていう風に言われていたんで、えー、そのことをですね、その女性の従業員の方に言ったんですね。うん。そしたらなんかすごい睨まれて、その奥の方に行かれたんですね。うん。で、ね、こっちも色々ね、全然違うことを言われたら困るから、そのオーダーを取ってって言われた人に聞きに行ったわけなんですよ。うん。そしたらその、 女性のね、ホールの方が、えー、最近ね、店長が変わって、指示する人によって言うことが違うのよ。今のが店長ね。っていうふうに言われたんですね。うん。で、私は再度店長にね、いろいろな人から違うことを言われたら困るということを言いに行きました。うん。えー、ね、皆さんもその、アルバイトとかね、またはタイミーで行かれて、 その、まあ、指示されると思うんですけど、その時にね、指示してくる人が、真逆なことを言ってきたら困りますよね。うん。オーダーを取れっていうことを言われて、オーダーを取ったら、オーダー取るなっていうふうに言われたりとかね。うん。これ、真逆ですからね。で、それをま、店長に聞きに行ったわけですよ。うん。そしたら、結局ね、 えー、じゃあどうしたいんですかと。オーダー取ったらいいんじゃないですかっていう方に言われたんですよ。うん。だからもう統一されてないんですよね。ここ、この時点で。うん。あの、あの、こういう店っていうのはまあ、ほぼないですよね。うん。今までもこのタイミーでこう何十件って言ってるけど、そんなね、真逆なことを言ってくるっていうのはほぼないですよね。 うん、で、その後にですね、一応この募集のところではね、その、まあ、外国人の人に対して接客したりとか、まあ、案内をしたりっていうふうにもなってたんでね。うん。まあ、そっちの方も頑張ろうと思って、こう、店前に立ってたんですよね。うん。そしたらですね、このメガネをかけた、えー、男性社員の人がこっちに来てね、えー、まあ、客ちゃんと呼び込めや、やれや、みたいな感じでね。 めちゃめちゃ高圧的にやからみたいな感じで言ってきたんですよ。うん。で、このね、男性社員は、その、ちょっと前でもね、この、なんか、あの、ホールのこの女性の人からね、そのビールを、あの、まあ、C3 択に持って行ってくださいっていうふうに言われたんですよ。で、そのビールを C3 についで持って行こうとしたら、その、この男性社員が、A1 や、A1 に持って行けみたいなこと言われたんですよ。 うん、で、A1 に結局その男性社員が言うから持っていったら、そのホールの女性が、えみたいな。今の C3 だよみたいになのあって、またこれもね、めちゃくちゃなとこ,ことを言ってくるんですよ。この男性社員も。うん、もう意味がわかんないですよね、うん。その結局その女性社員が会ってるんですよ。その C3 に行けって最初言われた女性社員が会ってて、C3 宅にあの持っていくっていうのは正しいんですよ。 だけど、持っていく途中にこの男性社員が来て、それは A1 やとか言って、A1 に持って行かせて、それが全然違うっていうね。うん。だからまた、その時点でまたお客さんにも謝りに行かないといけないし、みたいな感じで、この男性社員ももうお、お、い本ほんとおかしいんですよ。うん。なのに、このなんかね、こっちがミスしたみたいなことを言ってきて、うん。まあまあ、この時点でもほんとおかしいですよね。だからこっちもおかしいと思いながら謝りましたけど、すいませんっ、つって。 うん。まあまあ、まあそういう、そのね、男性社員がね、今度はこっちに来て、いきなりね、客ちゃんと呼び込めやこら、みたいなね。やれや、みたいな感じめっちゃやかってきたんですよ。うん。で、その社員にね、こっちが、もうその言い方おかしくないですか、と。うん。呼び込めや、やれや、みたいなね。そんな感じで切れてくるっておかしいですよね、っていうふうに言ったんですよ。 うん、でそしたらそのメガネをかけたね、男性社員が、いや、そんなこと言ってないけど、みたいな。あの、一秒前にね、これ、やれや、呼び込めや、お前、みたいなふに言ってきたのに、それを、おかしいですよねって言ったら一秒後に、えー、そんなこと言ってないけど、みたいな、いつ言ったみたいなふに言ってくるわけですよ。めっちゃ腹立ちますよね。今言っただろうっていう話なんですよ。でもこっちもめちゃめちゃ腹立って、めちゃめちゃムカつきましたけど、 もうね、ちょっともう、とりあえずもう一回立ってたんですよ。そしたらまたね、この男性社員がまた来て、もうやれやみたいなのが、でけんのが呼び込めやこらみたいな感じで言ってきたんですよ。もう明らかにもう、いや、勝ってる、喧嘩売ってるみたいなね、そういうもう、感じですよ。切れてる感じで言ってきて、もうさっき言ってないって言った矢先にまた言ってきてるわけですよね。うん。で、もうこっちはもう怒りますよね。いや、さっき今言いましたよね、と。 うん、で暴言とかパワハラとかね。もうこういうのはもう普通にこれありえないですよね。っつって。うん、あのー、やってくださいとかね。そういう、しかもその、まあや、やってくださいっていうか、まあ、それ言ってくる時点でまずおかしいんですけど。うん、そしてね、これもね、タイミーとかもう老規則に言いますよっていうこと言ったんですよ、その男性に、うん。そしたらまたね、これまた、あの、え、言ってないけど、みたいなのを言ってくるわけ。 うん、もうね、ちょっとありえないですよね。本当に。めちゃめちゃ思い出しても腹が立ってくるんですけど。そしたらね、これ。あの、それ言ってたわけ、その前で。そしたら、それを見たね、客席側にいた、なんかね、店の関係者とかいう人が、あの、客席側で飲んでたんですよ。うん。そしたらね、その店の関係者とかいうこの男性が、大声でね、こっちに対してね、 あの、お前何や帰れやみたいな感じで、大声で切れてきたわけ。うん。なんか、見せ前で何やっとんねん帰れやボケみたいな感じで、もう大声で切れてきたんですよ。うん。でこっちもね、そんな言われ方したらおかしいから、あのー、この男性に、いや、おかしいですよね、つって。あのー、やれやお前みたいなね。あのー、呼び込めやみたいな、そんな言われ方して切れられて、それはおかしいですよね、と。 いう話をしてたら、ね、店の関係者とかいうあなたが、あの、帰れやんみたいな感じで、切れてくるって、おかしくないですかっていうことを言ったんですよ。そしたら、店のね、男性従業員とかが一斉に出てきて、なんかね、お客さんにそんなこと言うとは何事やこらみたいな感じで、こっちを囲んで威圧してきた感じで、なんかで、店の裏に無理やり連れてかれたんですよ。うん。で、なんかね、この、 責任者とかいう人、ここの店の責任者とかいう、その、あの、人から電話がかかってきて、どういう状況ですかとか言って、まあ、かかってきたりとかして、まあ、その人も全然上の人じゃないと思うんですよ、このグループのね。うん。なんか、まあ、それをこっちもただ言って、こういう状況ですって言って、うん。で、あのー、その、ね、従業員にもそれおかしいですよねって、お客さんだろう。その人、関係者って言ってるからお客さんじゃないと思うし、 ね。あの、しかもその、お客さんで仮に会ったとしても、いきなり従業員っていうか、タイミーに対してブチギレてきて帰るやとかね、言ってくるって、まず、おかしいですよね、ということを言ったんですよ。ね。なのに、その従業員も、いや、お客さんにそんなこと言うのはおかしいとかいう、全然話にならないんですよ。うん。で、さらに、まあ、もう一回ね、この、店のね、関係者のね、ね男性、 っていう人ともう一回膝を突き合わせて話したんですよ。うんうんまあ、そしたらね、この人も、まあ、最初はちょっとはね、お互い謝ったりしたんだけど、結局ね、この人もやっぱり、あのー、私に対してですね、お前、店に雇われてんねんやろとか言って、だったら飼い犬やろみたいな感じで言ってきて、うんで、それが店に文句言うのはおかしいやろみたいな感じで言ってきたんですよ、またね。うん で、ま、また私はもうね、その男性にね、えー、あの、タイミーはね、別に飼い犬でもないし、奴隷でもないですよ、と。うん、そういう、その人に言いました。うん、まあ、タイミーだろうが別に従業員でも同じだと思うんですよ。ね、従業員だろうがタイミーだろうが、飼い犬でもないし、奴隷でもないですよ、と。ね、うん。だからおかしいね、理不尽なこととか、 えー、おかしいこと言わ、言われて切れて来られたら反論しますよねと。当たり前じゃないですかって、その人、その人に言ったんですよ。全然その人はでもね、分かってないんです、そのことが。うん、な、もうこの、その人は何言ってももうそこは分かんないなと思ったんですよね。うん。で、結局店の人たちからもね、それに対しても何の謝罪もなかったです。うん。 第一ね、この、そもそも店に呼び込めっていうことっていうのは、あの、これ、迷惑防止条例に抵触する行為であって、ね、それをやれやとかね、やかってくるっていうのは、これ、あの、それをね、そういう強要する行為って、これ、違法行為なんですよ。うん。それを強要してるっていう時点で、この店が違法なわけだし、あの、店の関係者とかいう男性がね、 あの、タイミーとか従業員は飼いにやろうって言って逆らうなやとか言って切れてくる大声でブチ切れるとかっていうのも、まあこれもうとんでもないパワハラだし、もうありえないんですよ。もう客であったとしてもこれもハラスメントだしね。うん。で、その関係者とかいうのが私に対してですね、えー、その、お前普段何やってんねやみたいなのが言ってきたんですよ。うん。で、私は、えー、その、世の中をね、良くするために、 国際 NGO、ダイアピュア,アラブセーフティーネットをやってますと言ったんでしょ堂々と。うん。そしたらね、その男性が、またね、しょうもな、みたいな言って、お前みたいなやつが一番しょうもないね、みたいなを言ってきたんですよ。うん。また腹立つことを言ってきたんですよね。うん。で、私はね、あのー、まず初めて来たね、いき、初めて募集があってね、ホールスタッフ募集っていうふうになってきたタイミーに対して、 ええね。まず呼び込みとかいう募集じゃないからね。うん。ホールスタッフという募集な、ですからね。で、それに来たタイミーに対して、えー、こら、やれや、お前、呼び込めや、とか言ってね。切れてくる。お店こそが、しょうもないと思いますよ、ということを言って。でね。えー、あとね、タイミーとか従業員は、お前、飼い犬やろ、とか言って、それが逆らうなや、とか言ってね。あの、ぶち切れてくる。 あなたこそがしょうも一番しょうもないですよ、ということを言い返しました。うん。ね。うん。え、そしたらですね、またこの店の幹部とかね、店の奴らが、その、これを言ってる時もね、店の男性従業員とかこっちを囲んでくるんですよ。ね。こっちをもう囲んできてね、えー、なんかこう、いちいち手を出してくるんですよね。 うん、その時点でももうありえないですよね、なんか。うん。もう本当だったらこれもう暴行になるからね。うん。で、さらにね、あの、まあまあ、店の幹部からね、あの、結局強制的に帰れ、みたいな感じに言われて、まあ、あの、帰らされたわけですよね。最終的に。うん。 そして今現在ですね。で、これちゃんと給料もらえるんですかっていうことを言ったんですよ。ね。こういう、この契約になってますよねって言ったら、あ、あのー、給料はね、あのー、タイミー側に言って払うとは言ってるんだけど、お今現在はですね、これは未払いということになっております。うん。えー、そのね、えー、まあ、来てからこれとんでもないこと尽くし。 あのおねっさっきも言ったんだけども小さいことで言ったらせ渡される制服がなんかぐちゃぐちゃの山積みになってるねところからめっちゃなんかにいがする制服を渡されるっていう時点からおかしいしんであのタイミーいらないのにねとか言ってくるのもおかしいしねでさらにオーダーを取れって言ったと思ったらオーダーを取るなって言って怒ってきたりとかね。 もうこういう、その、あの、おかしなこともたくさんあるうし、そこを目をつぶって働いててもですね、こういうなんか、ね、さっき言ったホールの女性が C さん持っていけって言って持っていこうとしたら A1 に持っていけってって、結局全然違うところを持っていかされて間違いみたいなね。もう、あの、おかしいことが山のようにあるんですよ。うん。で、最終的にはね、 さっきも言ったけど、呼び込め、呼び込めやこらみたいな感じで切れてきて、んで、おかしいですよねと、と。言ったら、老気書に言いますよって言ったら、あのね、店の関係者とかいう人が、おらお前帰れや、とか言って、あの、んやお前こら帰れみたいな感じでブチ切れると。ね。えー、これがパルコ、震災橋パルコというこの大企業の地下2階に入ってるわけですよね。うん、もう、とんでもないでしょ、これ。 うん。この誰がどう見てもとんでもないし、あの、パワハラとかハラスメントのね、これはオンパレードなわけですよ。うん。で、それをね、この店の関係者と,いとかいう人にも言ったわけですよ。ハラスメントですよね。って言ったら、何や、ハラスメントって、みたいなね。だからそういうの一番嫌いやねみたいな、また言ってくるわけですよね。また、まあ、話が全くできない。もう従業員とかタイミーなんか、お前、飼い犬やろ、とか言うね。 いう、あの、逆らってくんな、とかいう人だから、もうね、ハラスメントとかそういうの、そういうことが理解できないんですうん。あの、あの、ハラスメントとかね、老気法がとか言ったって、その人はもう俺はアホやから分からんわ、とか言,言ってくるわけ。うん。もうね、もう無理だと思いましたよ。うん。ええー、まあ、とにかく本当にもうめちゃくちゃ今日つか、行ってね、本当疲れたし、 あのー、もう嫌な思いしか本当しなかったし、ええー、もう、その、もう最初からタイミーいらないんだったら別に呼ばなければいい話なんですよ。ね。なんで呼んだのとか言うんだったらもう別に呼ばなくていいし、それでね、やかってきて切れるんだったら別にいらないですよね。呼ぶ必要全くないですよね。うん。もうただこっちだって嫌な思いしかしないし、うん。もうつかこっちも、あの、お互い、ね。 あの、向こうが嫌な思いしたって言うんだったら、お互い、こっちもめちゃくば嫌な思いしてるんで、あの、お互い嫌な思いしなくてもよ、いいはずなんでね。うん。もう、ええー、まあ本当に疲れたしね。もうタイミーでもここまでひどい店ってのは初めてでしたね。ええー。ご視聴いただきありがとうございました。